こんにちは、林もふるんです。お久しぶりです。皆さん元気でしたか？もふるん氏も適当に頑張ってました。今日なんですけど、もうやったことあるかな、手帳の現状なんですけど、まあ、コッピャさん変わらず使っております。断面がこんな感じになりました。ちょっとね、挟みすぎてるんじゃないかっていう疑惑が浮上しておりまして、ちょっと中を確認していこうかと思います。本当になんか書いたら書きっぱなし、貼ったら貼りっぱなしなので、少しね整理をしたいなと思っています。まあ、じゃあ早速やりますね。で、前にお知らせしたかもしれませんが、挟む部分を有効活用しておりまして、じゃあ徐々にご紹介していきます。こんなもんで大丈夫かな？で、コッピャの、閉じるっていうか、挟む部分で、左側が一応 YouTube の記録を撮ってます。こんな感じで、なんかね、バラバラ、もう書いたってやってるわけじゃないんですけど、11月、12月、何撮るかっていうのを変えたりしてるんですけど、その通り行くわけもなく、一応記録っていうか、これやりたいっていうのは、記録って書いてあるんですけど、で、こっちの方が仕事っていうか、漫画の作業をの部分になりまして、あんまり、書けてないっていうか、もう本当、こうしたいなっていうのを書いてるだけなので、でも、記録に残るので、これやってた方がいいなっていうのはわかるんで、とりあえず、仕事、漫画と、YouTube は分けています。で、こっちの方が、前にも言ったかもしれないけど、私、ちいかわの血の字も知らないんだけど、これがすごく可愛くて、このなんていうの、書き文字っていうか、すごい可愛いんだけど、どの子がちいかわなのか。どの子ちいかわなのか。もうちょっと人数いませんか。この子がちいかわ？この子がちいかわ？それとも全員が含まれてちいかわ？ね、おぱんちゅうさぎだったら、おぱんちゅうだけなら分かるんですけど、ここ、ちいかわちゃんがね、全然分かんないんだけど、すごい、やりたいことリストっていうか、ウィッシュリストみたいな感じですよね。まあ、同じ意味だけど、きっと。かわいいよね。なんか、みんなが集めてるのが分かる気がする。買うっていうか。で、もう一つなんですけど、これも、こっちのノートと、こっちのノートと、こっちのノートは全部ダイソーで買いました。で、これはですね、ちょっと1ヶ月だけ頑張ってたんですけど、一言日記。で、後で、見て、いいとこだけ写真残して、日記に貼ろうかなと思って、11月も一応、全部書いて、12月も、今4日なんですけど3日まで書いてます。すごいね、使いやすい。余白を大事にしてね、シール貼りたい、こうやって貼りたいなと思ってるので、後からやるかもしれません。11月と12月のやつでやろうと思ってます。で、こちらになると、もうね、大好きなインコちゃんのシール作ったんで、これと香港俳優さんの私の推しさんなんですけど、で、これですね。あとはマンスリー、あまりよくかけてないんで、まあ見せらんないんですけど、こんな感じでもうほとんど、こう10月は頑張って貼ったんですけど、あとはちょっと書きでね、見割れなんだっけ、名前がいっぱい書いてあるのであれなんですけど、あんまり書けないんですけど、見せれないんですけど、まあ、一応とりあえず1月まではいろいろ予定が出てるんで、
であとはですね、途中からなんですけど、ウィークリーはね、こうなんていうの、名前書いてあるかもしれないからあれなんですけど、ちょっとねぼやける感じになります。まあ一応、まあいつまでやかかるかわかんないですけど、冬のコミックマーケットに向けて今原稿を書いてるんですけど、手帳女子のね、それでそれの予定までが一応31日だ、本番がね。だからあと2週間ぐらいで一冊仕上げなきゃいけなくて頑張ってるんですけど、なんかね、絶対大丈夫なね、あのそんな変なポジティブな前向きなあれなんですけど、まあできるなっていうのは思ってるので、あまり気にはしてないです。これもマンスリーもウィークリーもダイソーで買って、これもう2年目なんですかって使ってて、すごいね、高いのだったらいくらでも売ってるじゃないですか。私ね、その別に どれだっていいんですよ。どれでもいいんです、書き殴るだけなんで。でウィークリー、まあもうまた話戻りますけど、ウィークリーはトゥードゥーリストっていうか、その日のうちにやりたいこととかを書き込んでいます。予定だけじゃない、予定っていうか、その行く予定やる予定とかもあるんですけど、したいことを割と単純につらつらと書いてます。こっち、それで次はこれ見せれるかな、これはねちょっと厳しいかもしれない。そうだねこんな感じかな。まあまあ旅行に行く時の持っていくものリストなんですけど、まあお金と薬さえあればもう服なんてね、洗えばいいし買えばいいしって思ってるんで、最悪この薬とお金だけ持っていたいなと思っております。それからちょっとパッと見出たんですけど、年末のお掃除でちょっとやっときたいところを全部チェック入れています。まあ、こんな感じですよね。あまり電話番号出ちゃうからね、あれなんですけど、こんな感じでメモ用紙もちょっとふんだんに入れてあります。でこっちの方はね、ちょっと個人情報がバンバン載ってるんで、ちょっとねこっちに収めてて、こっちはですね、もう随分書いてないんですけど、その何期、春アニメ秋アニメとかいろいろあるじゃないですか、それを全部オープニングとエンディングを書いておいて、カラオケに行って、カラオケに行った時で困らないように、なんかどれ歌ったらいいんだろうっていうんじゃなくて、その何期何期にやったやつをね書き込んでいます。23年の夏だな、夏アニメまで書いてあります。割と書いてあるね。であと問題なのが、これはあとレッツさんの剥離紙に書いてある、書いてあるじゃない、で剥離紙に貼ったマステとシールなんで、だいぶ使っちゃってるんで、まあ減っちゃってるんですけど、また貼り付きたいと思います。であとね、こっちはちょっと住所とかも書いてあるかもしれない、ちょっとレース、慎重に開けていきたいと思います。汚れてるね、だいぶ汚れてるね。これはね多分関係ないか、これは大丈夫なんだけど、あとはこれはおみくじですね。この間川越に行ってきて、川越のいろんなお寺とか神社とか行ってきてね、おみくじを引いたんですけど、めちゃくちゃ良かったので、良かったっていうか大吉なのかな、大吉だった、大吉のお守りちょっと大事に取っておいて噛み締めようと思ってます。でね、これは
旦那さんが冬じゃない夏の時かな、夏のコミックマーケットのアキスター書店で買ってきてくれたジョン、アルマジロのジョンのシールなんですけど、これ可愛く、まあ全然使ってないんですけど貼ろうかな。で、あとこれは中華街、横浜中華街にちょっと行った時に買ったミッキーマウスのマスターミッキーって書いてあるね。なんかカンフーのかっこいいしてかっこよかったのでちょっと買ってみました。で、これがいつ誰かにお金を返す時でもいいので持ってようかなと思って、これがすごい可愛いので持っています。いつお金借りても大丈夫って、はい、返す時に使う。で、これ、ああ、ちょっと電話番号見えちゃったかな、大丈夫。この辺はちょっとデザフェスとか自分で作ったステッカーを入れてるんですけど、これが結構ね、かさばっちゃうのかな、持ってたんだよね、なんとなく。これが自分で作ったステッカーなんですけど、うん。で、これはあれですね、デザフェスで買わせていただいた、かわいいです。うん、これ入れてもらったお店で、そのブースで買った時にこれに入れてもらったのがすごい可愛かったので入れてます。うん、こういうのがダメだね、きっとね、可愛いの取っていっちゃうから。で、これがなんだろう、アニメとかなんかで買った吸血鬼すぐ死ぬのなんですけど、なんだろうね、チェキじゃ、インスタの画面っぽくやるなるのかな。で、これもドラルクとジョンが組み合わせてあるので、ちょっと可愛くて撮っておいてます。あと、これは穴っていうか、リフィルの穴が切れちゃった時のシール、あまりついてない気がするんだけど、これ気のせい。これ何、ちょっと待ってね。ああ、いいんだいいんだ。これはちょっと挟もうと思っていって、穴がもう開いているんですけど、可愛いからちょっとね、挟んでみます。だからね、こういうのがかさばっちゃうのっつうのね。よいしょ、閉めとこうか。うん、え、なんか変だね。で、あとはこれはちょっと電話が書いたらダメでしょ。これとかもなんだっけ、コラージュするときにもいつかコラージュするかもと思って取っといてあるんですけど、いつになっても使ってないっていう。よいしょ。でも今年も本当もうすぐ終わりですね。やばい、何もしてない。本当この辺はいいですけど、え、これもちょっとあれかな、個人情報入ってるかわかんないよ。リノースグルが、ケイドウさんが落ちてった。どこ行った、ちょっとごめんね。なんか100均で買った呪術廻戦のやつ、何枚か買ったら結構当たりが出たんで、あれですね、また学生の頃のナナミのかっこいい五条先生2枚と、うん、ケイトウさん、うん、まあ、で、こっちがまだ使うっていうか、来年だから1月からなんか使えるかなと思って、こういうし、これはあれですね、伏せ、うん、あとこれが出かけの際に原稿を書くときのそのスクリーントーンのナンパーのナンパー、何線のナンパーなのかっていうのがすぐ分かるようにと、あと霊剣道士のポストカードと、津田健次郎さんのポストカードと、あとこれはちょっと買い物したときの
宛先の住所なんですけど、お礼の手紙書こうかなと思ってちょっと挟んでます。でこっちが、漫画持ち込みした時にアドバイスもらったことを書き込んでいます。こんなもんかな。うん、はい、でこんな感じで終わりなんですけど、ね、もう一つご紹介してもいいですか。全然関係ないものなんですけど、いいですか。いや、ゲゲゲの鬼太郎見に行かれました。ゲゲゲの謎ですよ。もうね、あの鬼太郎ファンにはたまらないお話です。多分今なんだっけ、組みやっぱカップリング的にもいいお話です。私でも BL 書かないから書かないんだけど、なんかすごく刺さる人多かったらしくて、でもあのパンフレットも、ね、見に行った時にはもうなくて、で入場者特典もらえたんですけど、2種類あるんですよね。もう言っていいのかな、分かんないけど2種類あって、ランダムでらしいんですけど、旦那さんと私と見に行った時に被らなかったんですよ。でこれが普通なのかなと思ったら、割と被る方もいらっしゃって、そう、うちなんかラッキーだったなと思ってもらえて、もう今配布終了しちゃったらしいんですけど、やっとグッズも店頭っていうか映画館に並ぶようになったらしくって、あちこちでもう買い集めてきたみたいな感じなんですけど、買ったのがね、これは旦那さんが買ってきてくれたやつかな。どれだっけ、あ、これがどこだっけ、名古屋、これも名古屋、これ名古屋かな、名古屋で買ってきてくれたかな、なあと、ケーセンなのかな、クラシックノートとしか書いてないのね。であとこれが猫娘、これ別に劇場で売ってるわけじゃなくて、普通のアニメイトとかで買えるやつかな。まあね、そのでもぬいぐるみもやっと予約できた感じで、もうね、転売がおかしい値段で出してるから、もう絶対買わないと思って、いっそ買わない方がいいやと思っていたのですが、なんか、名古屋に行った時に、仕事で行った時に、劇場行ってくれて、で見たらあったよっつって買ってきてくれたんですけど、これもフォンタブって言って、携帯の首からぶら下げ、くるぎっていうか、今なら斜め掛けかの買ってきて、これはね、見た後で絶対欲しくなるやつなんですよ。親父さんのゲゲロウが腕にしてるこうタイプのやつなんですけど、それがすごい見た後急に欲しくなりまして、あ、こうやってできるんだね、こうやって、うん、それでこの3点と、あと一緒、旦那さんと一緒に見に行った時の、うちの地元の方の、劇場で見た時に、とりあえずなんかグッズも欲しいよねって話になって、一筆箋と、鬼太郎の缶バッジなんですけど、まあ誰出てもいいなと思ったんですよ。これ1個しかもなくて、選びようもない状態で、まあで誰出てもいいよねってやったら、これは、7番の鬼太郎と親父さんの絵なんですけど、割と当たりじゃないかなと思って、最後の1個のアニメはすごい当たりでした。でこれがまた旦那さん名古屋行った時に、鬼太郎っていうか、ゲゲゲの謎のグッズ随分置いてあったりして、あるものを買ってきてもらいました。これはクリアファイルですね。水木とゲゲロウので後ろが多分なんだろう、ポスターじゃなくて、なんかなん、うん、何のイラストだっけこれ、フライヤーか分かんないやなんですけど、これで、あとは
あの冊数制限なかったので2冊買ってきてくれました。ナゴピョンって書いてある。これが、パンフですね。これがなかなかね、本当なかなかオフィシャルサイト東映オンライン行っても全然手に入らなくて、すでにもう完売なんですよ。もうそれで転売変なお金で出てるし、でやっとそのまたでもね、はい、入荷してないところもあるし、あの一人一部っていう限定で買えるところもあったり、まあ大体もう出揃ってきたみたいなんですけど、うん、ちょっとパラパラっとね、うん、本当やっとですね。で、あともう一回来たね、そこら見に来たんですけど、なかなか行く暇がなくて、うん、まあ円盤絶対買いますけどね、なんか思った以上に良かった。よくできてるよなと思ってね。そう、そんな感じです。で、手帳の、この間開封したミネルヴァボックスの中も、ちょっと鬼太郎のなんか貼ったり、塗ったりして、やろうと思ってます。で、多分ね、出かけの時にはちょっとこのコピアでかす、でもこれがメインになってるから手放せないんですけど、まあそれを半分ぐ、これを半分ぐらいにした量をミネルヴァボックスに入れようと思ってます。それまたなんか動画にできたらいいんですけどね、時間かかるからかな、取っといて後で声入れるとかしようか、まあもう分かんないんですけど、こんな感じで、あと1ヶ月ももうなくなりましたけど、あと残った日数ね、またね頑張りましょうね、なんとか乗り越えましょう。うん、そんな感じで今日は終わりです。最後の方は鬼太郎興味ない人にはもう全くわけのわからない話になりますけどね、騙されたと思ってゲゲゲの謎見に行ってください。もう多分ね、遡って鬼太郎の話見たくなると思うんで、うん、まあおすすめします。では今回はこの辺、ちょっと長くなりましたけど、この辺で終わろうと思います。またねー。